バスケットボールファンの皆さん、こんにちは。琉球ゴールデンキングスの与那嶺翼です。クォーターファイナルの対戦相手は富山グラウジーズです。本日はこの選手に来ていただきました。琉球ゴールデンキングス富生聖也選手です。拍手。どうも富生選手、はい、今のご自身のコンディションはいかがでしょうか。いや、とってもいいですね。個人的にもチーム的にもいいんじゃないかなって。みんな、はい、大きな怪我してる選手もいないし、はい、いいと思います。クォーターファイナルの対戦は富山ということで、はい、富山の印象はいかがでしょうか。そうですね、僕自身古巣にはなるんですけれども、ヘッドコーチと、まあ、選手も大きく変わり、まあ、やっぱり一番リーグで攻撃的なチームだなっていうのがやっぱり今シーズンの印象ですよね、うん、はい、うん、その富山、まあ、古巣相手ということで、富山はあの宇都選手も元チームメートだと思うんですけども、はい、宇都選手のこうなんかどんな対策とかどういうふうなところを止めたいというふうに思っているでしょうか。まあ、宇都選手に限らずやっぱり、スミスだったりマブンガ選手、あとはサトルとか、まあ、やっぱり日本人全員その得点能力が高いので、やっぱりそこで外国人選手の次に、まあ、宇都選手にやっぱり好きなようにやられるとやっぱり、まあ、厳しいのかなっていうところで、やっぱり宇都選手のところは、まあ、何が何でもあの僕と後輩の田代でしっかり抑えると思います。はい、ディエンスを頑張ってくださるということで、あのクォーターファイナル富山戦に向けてファイナルメッセージを最後によろしくお願いします。はい、まあ、もちろんあの目標は優勝ですけれども、まあ、目先のクォーターファイナル、まあ、この沖縄アリーナで、皆さんの前で戦えることっていうのは本当に幸せだと思うので、まあ、悔いのないよう存分に、力を発揮しますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、富生選手ありがとうございました。はい、さあ皆さん、戦う準備はできてますか。皆さんのその熱い思いを一つに、バスケットライブでキングスを応援しましょう。頑張るぞ。